あさん600人ありがとうございます。キザルのどっちつかずの正義は絶対伏線だと思います。消去法っていう可能性もなんかあるような気するけどね。これも夢を壊す変身になるのかな。徹底的な正義とだらけ切った正義の方が先に決まってて、でそれにバランスよく収まるのがどっちつかずの正義みたいなね。キザルだけが消去法みたいな。ただ何かの伏線とするとどういう伏線になるんだろうね。どっちつかずの正義は、まあ、どっちつかずだからどっちかに願えるっていう伏線になるってことか。キザルの立ち位置も気になるけどね。キザルだけは唯一そのまんま大将続行と、何を目指し何を目的としているのか、どっちつかずだからまあダラダラしながらふんわり行くのか。というか今のキザルとさ、ルフィ戦ったら全然ルフィ勝てんのかな。キザル vs ルフィ。キザルはもう手も足も出ませんでした。光の速度で動くことができます。今のこのニカモードのルフィとキザル戦ったらキザルに勝てんのかな、余裕で。というかもう未来も読めるしな、ルフィ未来も読めるから、キザルの動きも読めそうだし、早かったとしてもいい勝負しそう。ルフィ勝ちそう。キザルは手強いだろうな。でもな、覇王色まとえばダメージはいくよね。でもね、光の速度で逃げてしまう。逃げられたら追いつけないのは追いつけないよね、多分ね。読めたとして光の速さに追いつけない。逃げるやつを追うのは無理だけど、カウンターは合わせられるよね、多分ね。キザルが戦う意志があればルフィは倒せるよな、多分。ホゲーで解決する。ダメージ効かないですからね。もう逃げられたら勝てない。大将が簡単に負けるの見たくない。やっぱりまだ強めの大将には勝てなそう。ああ、そうか。ルフィ負ける説もまだある。ゴムで光を閉じ込める。そう、初見絶望的だったんだよね、あれね。下月スモーカーに行きたい。おっと、早いね。ルフィに先読みされたキザル。キザルの目が飛び出てるシーンみたい。いや、全部ギャグにされるんでね、誰も戦いたくないでしょう。知恵はあっちは上、確かにな。キザルもパワーアップ、あ、そうか、キザルもパワーアップしてんのか。光も掴むんじゃね。そうだね、雷掴めてるから。まあでもそのあの雷が本当に落雷を掴んでるのか、自分から生み出した雷なのかがまだね、1046話ではまだ分かんないと私は踏んでおりますので、見放題。目ん玉飛び出んのミホークだけ勘弁してほしいな。まあ、シャンクスはギリね、ギャッハッハッつって笑ったりするのもあったりするんでいいんだけど、ミホークだけ勘弁してほしい。ハエ叩きみたいな展開になって、いや、本当だよね。キザルが戦ってくれるんだったら、ルフィにも勝ち目がある。動きを読んで、顔をそくまとったパンチ当てる。エネルのゴロゴロみたいに、一回ボコンって入れてしまえば、動けない、動けない。でかいのが来るぞっつって、読んでるけど、もう避けられないみたいなね、ダメージで足に来ちゃって。エネル戦の雰囲気になるのかな、ちょっとな。で、エネルって雷、だけど雷の速度で動ける感じはしない感じがするのかな、あれね。エネルのスピードと一緒なんだったら全然捉えられそうだけど、ミホークのあの目がビョーンってしてるのを想像したらお茶吹いた。絶対見たくねえよな。どうなんでしょうね、キザル対ルフィとか。もうなんかこのニカモードのルフィと今まで苦戦したマゼランとかね、例えばね、ニカモードルフィ VS マゼランとか、なんとかなんのかマゼランとかもっていうね、覇王色さえまとえば触れてねえ攻撃だから、竜王とかでもうマゼランボコれんだろうね、多分。ただあの毒のあの霧とか、まあ、マゼランは強えのは強えだろうな。マゼランはもう毒無効。マゼランってチートすぎた。そう、マゼランが恐ろしすぎたね、あのインペルダウン編でね。マゼランの絶望ね、どうすりゃいいのこれっていう。赤いのは余裕で倒せそう。キザルが地球7周半は想像するだけだ。このね、話も面白いね、ライブでね。こいつとこいつ今戦ったらどっちが勝つか、みたいなね。まあまあ予想でしかないんだけど。ニカモードだとしてもやっぱキザルは苦戦するか。だからキザルが結構その上位に来るんだよね。なんか誰かがやってる強さランキングとかでも結局キザルがベスト3には絶対入ってくるみたいなね。この誰と誰が戦ったら今どうなるかみたいなのも引き続きね、ちょっといろいろ考えていきたいと。ついでに話したいけど、ゾロとミホーク今どんだけ差あんの？もう今互角ぐらいいた？覇王色をまとえるようになりました三刀流のエンマを使いこなすゾロはまだミホークと互角ぐらいいってる。ゾロの方が強いもある。まだミホーク、ゾロの方が強いかも。ミホーク覇王色ない。まだまだまだ差はある。ミホークが未知数、そろそろいってそう。まだ差がありそう。ミホーク片栗キングによる。ミホーク、ミホーク海岸でワンチャン。まだまだでは、まだでしょ。完全にゾロやろ。マジで割れてねえこれ。ミホークの半分ぐらい。ミホークちょい上な気がする。いってないっしょ。ミホークが負ける未来が確かに見えん。もう予想でしかないんですけどね。確かにミホークの限界をまだ我々は知らないんで、ミホークまだノーダメっすね。あ、そうかそうか、シャンクスと互角っていう描写があるのか。そうか、すげえ。あれで力のあれが分かると。うわ、ちょっとこの質問は、あ、すごかった。おでんとミホークってどっち強えの？おでん VS ミホークどっち勝つの？あの前世紀のね、あのおでんね、あのおでんと例えば頂上戦争の時のミホーク。チャットラン早っ。ミホーク、おでん、ミホーク若干優勢か。おでんやろな、おでん。うわ、おでん VS ミホークは激アツだよな。あちでございますよな、おでん VS ミホーク。むずすぎ、わろた。うわ、微妙、おでん、おでん。勝負つかない、ミホーク。さすがにおでん。
最後に勝つのはおでん。うわ、おでん人気来てる、おでん人気来てる。ミホーク、おでん、ミホーク、ミホークに1票、ミホークに決まっとる。うわ、マジで半々ぐらいじゃんね、これもう。戦ってほしかったっすね、があるな。タフさ的におでん。長丁場になって、おでんが最後勝つってやつか。で、ミホークも多分、卑怯なんてとか絶対使わねえからね。なんせ世界一だからな。ガイモンとかいいよ。ガイモンは今はいいよ。いや、ヒグマもいいよ。ちょっと互角だわ。互角ぐらい。マジで僅差じゃねえ。ミホーク VS おでん。おでん食べたくなった。シャンクスもおでんさんだからな。うわ、激アツだな。おでん VS ミホークは。ちょっとすみません。これは俺が個人的に聞きたかった。まあ、パールが増えてきた。パールが。パールが盛り返してきました。さすがパール、さすがパール。大外からパール、大外からパール。これちょっと盛り上がるね。誰対誰が戦ったらどっちが勝つかで。自分でどうやってアンケートやるか、ちょっとスタッフに教えてもらっとくわ、あと。次元コウさんかな。610円ありがとうございます。初スパチャです。ありがとうございます。考察が止まらず、夜しか眠れません。普通。ゴムの実覚醒には D の意志が2人分必要であり、ロジャーからリーチで託されたゴムの実はアンカーであるルフィへ受け継がれ、2人の分の D で、太陽となり、なるほど。覚醒に至った。ということを考察していましたが、今回の件でボツになりそうです。こういうのはちょっとワクワクしますね。つまり半月と半月を合わせて太陽になったってことか。うわ、結構あるかもな。普通に読んで、ああ、なんか面白い想像をする方だなと思ったけど、俺は死なねえぜ相棒とか、ロジャー生きてる説とか、その辺とかを真剣に考えていくと、あながち2人分の D で太陽になったっていうのは結構こうストーリーとして綺麗かもしれないな。死ぬことでゴムゴムの実に自らの命を宿したみたいなことか。わざと死んで、わざと処刑されることを願い、自ら死ぬ。例えばロジャー海賊団の船の上で自ら死んでゴムゴムの実、あ、でもゴムゴムの実じゃなかったってなってるからな。だからカイドウは知らなかっただけで、実はロジャーはゴムゴムの実の能力者だったっていう、この大前提があるね。ここのハードルが結構ね、今明かされてすぐなんで、あれが裏切りだったってみんな考えられにくいと思うけど、まあそれが大前提としてあり、ゴムゴムの実を食べてたけど D の意志が一人分だから覚醒ができなかった。ニカになれなかった。太陽になれなかった。だからロジャーは自ら死を選び、自分の意志をゴムゴムの実に宿す決断をする。ただ自分の船の上で死ぬよりももっと世界をひっくり返す可能性を上げるために、俺も出頭するわって言って、でちょっと見とけ、面白いこと仕掛けてやるからって言って、俺が知らねえ財宝って言い残して出頭します。全てをそこに置いてきた、探せって言って大海賊時代を作ります。で処刑される。でゴムゴムの実にロジャーの半分の D の意志1人分目がまず宿ります。でその後ロジャーの意志が入ったゴムゴムの実が世界のどこかに実ります。でそれをロジャー海賊団は世界中でそれを探してました。先に見つけたのが世界政府だったんだけど、シャンクスがそれを強奪しました。で2人分の D の意志だから、 D の一族に食べさせたかった。でもしかしたら誰か当てがいたのかは分かんないですけど、それを偶然ルフィに食べられてしまった。だからこそ覚醒できたってこと。なるほどな。 D の半月2つで太陽で、それがルフィの手に渡り、死がきっかけにさらになったのか分かんないですけど、2人分で結構、まあ、難しすぎる。確かにね。トシヒト大野さん、600円ありがとうございます。ゴムゴムの技でジェット〇〇とかロケットとかワンピースの世界に存在しなそうな名前を技にしてるの気になってました。これツイッターかな。なるほどなと思ったのが、ゴムゴムの何にしようかながあったじゃん、1046話でさ。ルフィが考えてたの、やっぱりゴムゴムのなんとかみたいな。でそれで言ったらルフィ意外と白色じゃねえみたいなね。ゴムゴムのヒュドラ、ヒュドラを知ってないとヒュドラ出ないし、意外と神話とかにも詳しいんだなルフィみたいなね。神話とか昔の幻獣とか、意外とルフィらしからぬ知識の深さがね。神話上の幻獣師とかを知ってんのみたいな、本とかも読まなそうな雰囲気なの。ヒュドラはマゼランが言ってたから、ああなるほど、それで論破できるね。確かに。ただこのジェットとかロケットって子供っぽい感じもちょっとあるんで、絵本的なものでなんか見たことがあるのか、ルフィが子供の頃とかに。なんかそれでも良さそうな感じがするんですけどね、ジェットとかロケットとかに関しては。